あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ちょっとこちらで靴脱いでいただいて、はい、座りますか。あ、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。靴そのままで大丈夫ですので、はい、こちらおかけください。はい、道大丈夫でした。あ、はい、大丈夫でした。駒沢さん、洋画から来たんでしたっけ。あ、そうです。あ、そうか。はい、お願いします。今妊娠8ヶ月ぐらいでした。今そうですね、8ヶ月で29週に入りました。29週、はい。辛いところって腰はどうですか。腰最近ちょっと反ってきたのか、はい、あの痛みまではいかないんですけど、ちょっとなんかあの、うん、辛いかなっていう時はあったりとか、あと座ってるとこの辺が突っ張るというか、あ、どうしても皮膚がこう引っ張られるとかっていうので、うん、で家でこうちょっと伸ばしたりとかはするようにはしてるんですけど、そうするとちょっと楽になるので。やっぱちょっと張ってる感じ強いですか、お腹は。そうですね、なんか歩いてたりとかすると時々この辺がちょっと張るというか、うん、っていう時はありますね。一番辛いところだとどこら辺が辛いとかありますか。肩、腰とか。肩もそうですけど、やっぱこのつ張りというかっていうのと、多分重くなってきてどんどんあ、そうですっていうのがあるのとですかね。あとむくみも結構最近出てきて、足の方とか。そうですね、足、うん、朝伸びしようと思うとつりそうになるというか。つったりとかあります。つったこともありますね。今は大丈夫ですか。今はそうですね、大丈夫です、うん、そこまでっていう感じですかね。腰どのあたりが辛い感じ。腰この辺がちょっと重たいかな、うん、下の方が辛い感じ。そうですね、上の方とかこの背中のあたりも。あ、でもその辺を張ってきましたね。この辺とこの辺がだいぶ。肩とかいかがですか。肩もあります。どこら辺辛い感じます。この辺ですかね、肩甲骨周りというか、この辺が重だるくなること。あ、なるほど。気持ち悪くなったりとかします。時々ありますね。この辺がやっぱ圧迫されてる感じというか、はい。はい、他に辛いとこってありますか。他はそうです、そんなにですかね、そこまで、はい。そのあたりちょっとこう調整させていただきます。はい、こちらが問診票になりますので、はい、問診がお体に関する内容になってまして、はい、ちょっとマタニティ整体の注意事項なんですけど、はい、こちらですね、こう治療したことによって、まあこう流産とか断症とかこういうのはまあ発生しないことに関してちょっとこう理解していただいた上でさせていただいてるんですけど、まあそういうかあのこうお腹周りとかを強めに刺激しなければそういうことは絶対ないので、まあもちろんあと弱めの刺激でさせていただこうと思いますので、このあたりご了承いただいて、あとはなんか旦那さんとかご家族の同意とかってあります。たまにちょっとこう旦那さんがあんまりこういう整体好きじゃないとか気にされる方いる。そんなに全然、はい、楽になるないんじゃないっていう感じだったので。はい、最近ってなんかマッサージとか受けられたりしました。マッサージふくらはぎちょっとやってもらうくらいで、そんなしっかりっていうのはないですね。なんかこうやっぱり筋肉が硬いところが急に緩まると、はい、ちょっと体重くなったりとかそういう感じがあるので、今日はちょっとこう弱めに施術させていただいて、はい、状態見させていただいてからまた途中でこう状態確認して強さ変えていきます。はい。まず読んでいただいて、はい、お名前の方お願いいたします。はい。こちらペンになります。はい、ありがとうございます。お水飲まれますか。あ、いただいてもいいですか。そうです。はい、お声かけください。はい、わかりました。暑くないですか？あ、大丈夫です。大丈夫です。はい。お願いいたします。はい。かけました。よろしいですかね。はい。ご不明な点ございました。あ、大丈夫だと思います。
大丈夫です。はい、ありがとうございます。今日料金の方、初回のあれ、キャンペーンで7980円で大丈夫ですので、はい、最初ですね、私このぐらい料金いただいておりまして、あとは LINE にもさせていただいたように、初回で、購入していただくとこの金額でさせていただきますので、最後でまたご検討いただければと思います。はい、じゃあ、お荷物持っていただきまして、はい、こちらでお願いいたします。はい、ちょっとこちらでお願いします。スリッパのまま乗っていただいて、大きいお荷物こちら置いていただいて、ちょっと軽く検査をしていただいて、はい、お腹のどのあたり張りますか？お腹張るっていうか、この辺が最近張るかな、うん、あとこの辺が時々って感じです、うん、今立ってる状態だと腰痛い感じします？腰痛いまでいかないんですけど、この辺がやっぱりちょっと違和感というか、下の方で、はい、失礼しますね、ちょっと触ります。このままちょっと足踏みしていただいてよろしいですか？はい、はい、はい、ありがとうございます。これ響いたりとかしますか？響いたりはそこまでですね。この辺でもちょっとだけ右の方ですか？はい、前にかがんだりとかするのはいかがですか？これ腰痛かったりします？痛みはないですけど、なんだろう、本当に痛いっていうほどじゃないけど、なんかどんどんつとか重たい感じが。ちょっとこちら座っていただいてください。はい、座った状態、腰右側痛い目出ます？いや、鈍痛です。大丈夫です。そんなに痛みで、立ってる方がちょっと重い感じがあります。こう呼吸するときに少し肩がこう浮いてきますので、はい、結構こう横隔膜ですかね、このお腹のとか圧迫されて、こっちは沈みづらくなっているので、はい、こっちは肩を上げるようにして、はい、呼吸している感じがあるので、やっぱそれで肩張ってるのが一つあります、ね。まあ、このぐらい押すの痛いですか？いや、痛みは大丈夫です。ないです。まあ、治療としては少しこの外側のラインが結構張ってますので、はい、まあ、お腹出てくるとちょっとガニ股で歩いたりとかそういうのがあるので、はい、このラインを、外側のラインを特に中心的に、ほぐしていくと、内側の方の筋肉ですね、そっちの方にこう力入ってきますので、なのでちょっと、まあ、施術の方法としてはちょっとこう横向きでさせていただきますので、はい、あんけどもちょっと辛いですよ。でも寝てるとき仰向けになっちゃうみたいで、結構で、たまに、でも圧迫、やっぱずっとやってると圧迫されるというか、ちょっと苦しくなるときはありますけど、ちょっと中心的には横向きで全てさせていただきますので、はいはい、そうですね、ちょっとお披露していただきたいんですが、はい、それがマジックテープが後ろにある、キャミソールとかなんか切られてます？なんかヒートテック切ってます。あ、じゃあその上からで大丈夫ですので、あ、はい、このマジックテープが後ろになるようにしていただいて、はい、はい、こちら下になりますので、こちらタグついてるのが後ろになるように来ていただいてよろしいですか？はい、わかりました。お着替えで、こちらの方に行っていただいて、はい、わかりました。はい、では失礼いたします。はい、寒くないですか？大丈夫です。大丈夫です。最初ちょっとお腹が、はい、ちょっと下がってたりすると張りが強くなったりするんですけど、はい、ちょっとビフォーアフター撮らせていただいてよろしいですか？はい、はい、こちら向いていただいたりとか、はい、出せます。はい、ありがとうございます。こうやって、まあ、ちょっとあんまり横から見ることないと思うんですけど、中心が結構下に下がってたりとかすると、はい、この頂点ができるだけこの真ん中に来るような感じです、はい、をちょっとこう目指してやっていきたいと思います、はい、そうするとお腹の張りなくなっていきます。あ、本当ですか？最初ですね、はい、こちら抱き枕なんですけど、はい、こちらに手に入れていただいて、足を挟んでいただいて、頭を乗せていただいても大丈夫ですし、外していただいても大丈夫ですので、こちら向くような感じでお願いいたします。はい、乗れます。はい、大丈夫です。そうですね、こちらで、はい、これ挟んでいただいて、はい、挟んでいただいて、はい、多分失礼します。この姿勢辛くないですか？これ大丈夫です。大丈夫ですか？はい、
しまい失礼します、うん、このぐらい押すの辛い感じしますよ。いや大丈夫です。はい、結構マッサージとか行かれます？前は行ってましたね、ちょこちょこ。はい、妊娠してからは全く行ってないです。あ、なかなか行けるとこないですもんね。そうなんですよ、妊娠中はっていうところが多くて、どこで出産するんでしたっけ？冬木産婦人科っていう深沢？あ、深沢の方ですか？にあるところで。そうなんです。自然分娩しか受け付けてないので、あ、なんかあった時は違うところに。あ、なるほど。そうなんです。無痛やってないんですか？無痛やってないんですよ。もともと無痛はあんま私の中でなかったので。あ、そうなんですね。そうなんです。せっかくなら体験してみて。そんなアドベンチャーみたいな感じ。予定日5月の何日？28です。28です。1ヶ月ちょっとぐらいですか？そうです、うん、なんだかんだ早いです。急にお腹大きくなってきましたね。だいぶ8ヶ月入ってからがグッと出ました、うん、だいぶ寝返り打つのも、あ、辛くなってきました。今痛いんですか？いや、大丈夫です。お腹オイル塗ったりとかしてます？オイルとクリーム塗って、基本的にお風呂上がりかな、うん、でたまに朝塗ったりとか。妊娠線とか大丈夫ですか？今のところそんなに多分見えてないところわからないんですけど。あ、そう。多分大丈夫だと思うんですけど、ここからまたグッと出てきたら。ああ、そうですよ、ね、うん、正中線とかもできてないんですよ、真ん中の黒いやつ。黒いのちょっとあるかも。あ、ちょっと すごい目立つって言われてた。どのくらいが基準なのかしら。妊婦さん見たことないんで分かんないんです。あ、確かにないですよ。このぐらい刺激大丈夫ですか？大丈夫です。針抜けたことありましたっけ？針ね、昔抜けたことがあって、そんな効かなかったですか？そうなんだ、なんか昔すぎてあんま覚えてないけど。あ、じゃあ結構昔。そうなんです。で、なんか逆子が治んなかったら、あ、そう、なんかどっか行こうか、針行ったのか、お灸？あ、お灸ですね。逆子じゃないです。一応治ったみたいで、ここからまた回転しなければ。あ、
つわりありましたね。つわりありましたね。食べづわりかな。食べづわり。じゃあ吐いたりとか。いや、でもどっちもあったみたいで。なんか空腹だと気持ち悪くなって、食べるとしばらくして出て行ってしまう感じで。眠気が常に。あ、仕事はいつまでやってました？3月。あ、じゃあ結構最近まで。そう、まだね、あと何回か仕事が残ってて、気がついたらもう完全に仕事は。あ、そうっす。これ直前ですね。そうです。息入って眠気収まったと思ったらまたやっぱ大きい眠気が強くなってきたというか、座りとか大丈夫？座りはないですね。後期のつわりがあるんですよ。今たまにありますね。臨月近くなるとか。そんなに聞いたことないですけど。臨月でつわりはつらいっすね。結構息切れとかもしながら。ねえ、つらい。出てないから、うん、そう、まだいいのかなと思う。なんかこう男だと体験できないんですけど、急になんか体が重くなってくる感じです。確かにそうですよね。もう日に日に重くなってきたなって感じますよ。急激に増えますね、体重が。どんどん見たことない数字になっていく。ああ、確かに。動かした方がいいですって言われて。剥がすうん、剥がすやつですね。悪くなったりもしますか？ちょっと失礼します。確かに動かしたりとか、その剥がしてもらった後は楽。あ、楽な感じします。すっきりする感じが。
手も結構むくみます。多分むくんでると思いますね、結構。なんか疲れてる感じは。ちょっと指は入んなかったりとか、そういう人いますけど。なんかそうなんですね。なんか重たるい感じは。ああ、ちょっとありますね。胃潰瘍じゃない、座りとかも胃の周りの筋肉やっぱ硬くなってくると熱生まれてきて気持ち悪くなってくるんですよ。なので、こういう内側の筋肉とか握る筋肉とかも柔らかくしてあげるといいんですけど、開くの方ってなかなか人間できないんですよね。胃の方にこう集まってくるので筋肉がこう丸くなってくる感じですね。これ痛いですか？大丈夫ですか？大丈夫です。やると上張ってても剥がりづらいんですよ。気持ち悪いと余計こう丸まっ、自分自身もこう丸まってっちゃう気が。くすったらないですか？大丈夫です。ここの内側の脇の筋肉が硬くなってたりとか動きづらくなってお腹下がってくるんですよ。肩甲骨が上に上がってくるとお腹がたるんでくるので。お腹がたるむ、恐ろしいことなんです。そう、お腹が下に落ちてくる。子宮がちょっとこう周りの筋肉支えられなくなって大きくなってくる、落ちてくるんですよね。これがそこに関係してくるんですか？そうなんです。引き上げられないってことですか？あ、そうです。肩甲骨は下に下がってくれるとお腹上がってくるんですけど、上に上がると下に下がってくるって感じですね。なんです。この手をですね、ちょっと少し動かしていただきたいんですが、はい、こういう感じでお尻の後ろを持ってくるようにこの手を押していただいてよろしいですかね。はい、あ、そうそう、そういう感じです。力入りにくいですか？いや、大丈夫です。もちろんお願いします、はい、そういうイメージですね。一回戻しますね。ちょっと頭とか失礼しますね。少しこう力入るんですけど、はい、ここに少しこう力を入れるポイントがあるんですね。こう、脇の筋肉ですね。頭に。そう。これでもう一度力を入れていただいてよろしいですか？あ、そうそう。OK。入る感じありますか？あ、さっきより。あります。もちろんお願いします。そうそう。はい、ありがとうございます。そうするとこの肩甲骨下にこっちに下がってくるので、ちょっとこう座った時に左右比べるとかなり変わりますね。
します。おしまい失礼します。朝はむくんだりとか。朝むくんでると思いますね。多分ふくらはぎとかが特に。夜釣ったりとかします。夜は大丈夫ですね。釣ったりっていうのはないです。朝こうやっぱ伸びたりしようとすると釣りそうになる感じはあります。なんかつま先をこう伸ばそうとすると釣るので逆にこうふくらはぎ伸ばそうとするようにするとちょっと楽になる感じは。座りあるときこのあたりを押していただくといいですけど、胃のツボなんですけど、胃のツボかなり効きますね。大丈夫です。胃のツボってことはつわりじゃなくても効くんですか？そうですね、胃の不調とかあったりとか、それで結構効きますね。ここちょっと気をつけながらあんま体重増えすぎないようにと思って。食欲出てきます？結構なんか消化が早いのかすぐお腹が空いちゃうんで、ちょこ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 つまんじゃう感じはあります。チョコとか食べます？チョコと甘いものとか。甘いの欲しくなっちゃいますだからチョコも食べますけど、なんかフルーツで住むときはフルーツでとかにするようにはまだそっちの方がいいかなと。ちょっと妊娠してるときとかさっぱり系のグレープフルーツとかそういう方がいいですよね。痛くないですか？大丈夫です。モードさんによってやっぱお腹の出方って全然違いますね。小柄な人の方がなんか大きく出てきたりとか。そうでも赤ちゃんはそんなに大きくなかったりとかはしますね。羊水で、ね、羊水の量多かったりとか、一般的にはでも旦那さん外国の人だとやっぱ大きく出ますけど、やっぱそうなんですね。なんか赤ちゃん自体も結構3500とか大きかったりしますね。なんかあれですか、女の子だと横にとか。ありますね。男の子だとやっぱ出っ張ってるような感じとか。
若干ありますね。脈早かったりとかすると男の子とかいます。そんなのあるんですね。女の子ですよ。女の子らしいです。でも分かんない。一応な、多分8割9割女の子なはずです。ちょっとこちらに行きます。はい、ゆっくりです。はい、こちら向くような感じ。はい。寒くないですか？大丈夫です。これ気持ちいいですね。それに、あ、なんか買いました？まだ買ってなくて。産後とかも横向きに寝るといいですけど。あ、そうなんですか。なんでですか。やっぱ骨盤がやっぱり仰向けに寝ると、はい、開いたりとか、はいはい、腰に結構負担かかりやすいんですよ。痛いですか？大丈夫です。効いてる感じです。息切れとかあります？階段登ったりする。階段結構きます。階段はなんかすごい消耗するみたいで。あ、でも運動不足なんで階段をなるべくと思うんだから。ここの腰の方の筋肉硬いとやっぱり、はい、呼吸が浅くなっちゃうので息切れしやすいんですよ。あ、そうなんですね。呼吸がなんか浅くなってる気が、あ、やっぱありますね。しますね。寝る前深呼吸をするようにはするんですけど。あ、ヨガとかやってます？ヨガやってないんですよ。やった方がいいですかね。なんかやっぱ産後の回復早いのってヨガとかピラティスやってる方が結構多いですね。そうなんですね。なんか出産した子もヨガやっとけばよかったみたいなこと。あ、うん、全然今からでもいいと思います。DVD とか買って家でやっても全然いいと思います。てか YouTube で無料でやってるんですよ。はい、あ、そうなんですね。そうですね。ちょっとこう呼吸を、はい、内側の呼吸です。外側の力抜いて内側の呼吸をするような感じでやると、はい、出産の時に内側の力入れて外側の力抜くっていう、普通は逆になっちゃうんですよね。内側の力で抜けて外側で踏ん張っちゃうので出なかったりするんですけど、そうか、出産の時も影響してくるんですよ。そうなんですよ。やっぱ早い人、ピラティスとかヨガやってる人は、うまい、呼吸法がうまいんですよね。やっぱ違うんですね。結構明らか違いましたね。確かにヨガとかなんか呼吸を大事にみたいな感じですよね。そうなんですよね。出産の最中って特にそういうの意識できないと思うんで。きっとそうですよね。痛みと日頃からやったりとか、2ヶ月前とか全然やっても大丈夫だと思います。癖つけとくといいですね。お子さん名前決めました？全然決まってなくてどうしようかと思う。ここだと今ゆいちゃんとか多いんですか？ああ、確かにゆいちゃんかわいい。
心とか。確かに。私のいとこの女の子、ココナちゃん。ココナちゃん。心にな。へえ、なってどういう。な、ナッパのなつか。ああ。なの葉っぱか。はいはいはい。ココナちゃん。心ってつける人多いと思う。ああ、確かに多いかもしれない。リリちゃんとか言うの？リリちゃん。女の子らしいですね。そう。この辺よかった。なんか、こうちゃんって。こうちゃん。向かうって書いてある。へぇー。いないですよね。柴崎こうぐらいしか。確かに。え、女の子？女の子で。へぇー。どっちとも取れるな、あんまり。確かに。でも、まあ、でも女の子か。なんかどっちともいける名前もいいかなとは。ああ。ちょっと思いますけど。こうちゃんは珍しいですね。いないですよ。うん、いそうでいない。芸名っぽいです。確かに。なんか男の子のが多そうですね。ああ、こう。でも、こうだけが珍しいですね。うん、いないですよ、本当に。名前って難しいですね。まあ、結構主張が難しいですよ。うん。結構重要じゃないですか。その子にとってめっちゃ重要です。なんか自覚とか皆さん調べてますけど、なんかいろいろ言われてるから分かんないかもって言いますよね、うん、あー確かに。なんかその本によって違うとか、なんか流派によってもやっぱちょっと違うみたいな。占い、なんかここの流派って決めてる人だったらいいけど。あー、そうですね。そうじゃないとあれもこれもって全然違うことになっちゃう。上のお子さんとかいるときは、うん、あの候補3つぐらい名前書いてどれがいいっていうので決めてもらったりとか。あー、お子さんに。それ結構いいですよね、一番。確かに。子供が産んで、その子たちと名前がこう、あ、まあ確かにそうね。そうなんです。一緒になんないのし、あ、思うと。候補があんまりなくなってきますかね。そうなんです。キラキラネームは避けようかっていうのを言ってます。なんか嫌ですよね。うん、なんか漢字見て読めないっていうのは。あ、なんか就職にも大変らしいですね。あ、やっぱそうなんですね。キラキラネームは就職。なんかギリギリなキラキラネームとかっていいですよね。この間でも会った人35、6ぐらいですけど、
うら、うららって言った方がいいんです。珍しい。ひらがなで、うらら。あ、ひらがなで。結構ギリギリかっこいい名前。確かに確かにそういう漢字も当てられないですよ。うん、まあ、でもギリキラキラじゃないような感じ。確かに。ひらがな人見ますよね。女の子はひらがな。ひらがなもありですよね。結構硬いですよね。多分お腹に引っ張られて肩甲骨硬くなっちゃうんです。やっぱ肩甲骨柔らかくその回したりとかっていう感じですか。あ、そうですね、まあ、一つはやっぱヨガの呼吸かなりいいと思いますね。呼吸か、腹式呼吸でやるようになってるので、はい、腹式呼吸すると自然と肩甲骨って下がってくるんですよ。うーん、胸で呼吸してるとやっぱ肩がこう上がっちゃうんですよ。どうしても大きくなってくると入っていかない感じが。ああ、確かに。だから止まる感じですね。なんかボイトレとかたまにするんですけど、その時は腹式になるので、意識しないとやっぱり難しいですね。なかなかどうしても浅くなっちゃう気が。なんかボイトレの後とかはちょっとスッキリしてますね。たぶん腹式になってるんで。なんかヨガみたいな感じになるんですかね。ああ、たぶんそういうのがあるかもしれない。たぶん呼吸がしっかりできてるのかなっていう。うん、普段しづらいですよね、ちょっと呼吸が。しづらいですね、ちょっと。だから寝ててもやっぱちょっと起きちゃったりとか。日帰りするときとかにやっぱり目覚めるまでいかないけど浅くなるというか。であげます。はい、またこっちから腰の横に後ろですね。こういう感じで力入れていただいてる。そうそうそう。後ろでお願いします。そうそうそう、イメージですね。また頭下にしますね。はい、結構脳にここに力入れるっていうのを教えてあげるようなイメージですね。うん、普段ここって使わない筋肉なので、あ、
感じいかがですか。さっきより入りやすい。入りやすいです。はい、ありがとうございます。硬いですよ。硬いですか。肩こり昔からありました。昔から肩こり結構すごい肩こり症です。運動とかしてましたっけ。運動最近してないですね。なんか今まではこうステージで動いてたりしてたので、それやめてから運動量だいぶ減りましたね。あ、なんかパソコン作業とかが増えてきちゃったので、うん、どうしてもこう同じ体勢というか、ちょっと前のめりというか。ちょっと腕の前側張ってますもんね、親指とか。なんか胸の方の筋肉が力入りやすくなってきて、はい、さっきの後ろの筋肉ですね、脇の筋肉が結構こう入らなくなってくるので、はい、それでちょっとこう肩上がったりとかしやすくなるんですよね。戻します。体勢辛くないですか。あ、大丈夫です。ちょっとアシストします。大丈夫ですか。ちょっと痛いですか。大丈夫です。ちょっと痛いですけど。結構歩くときガニ股になりやすいですか。大脚なんですよ。あ、もともと大脚なの。大脚で、多分外に力を入りやすいみたいで、意識しながら内側にって思うんですけど、多分外に入りやすいんだと思います。膝つかないですか。膝つかないです。なんか大脚矯正も何回かやってもらったことはあるんですけど、なかなか前よりはまだ良くなってきてます。前ひどい時普通に立って原骨が入るくらい空いてて、多分学生の頃とか内股で歩いてたんですよ。多分そういうのもあるのかなって。なんか反動的にってますか。なんか気づくと内股になってて、多分外に力が入ってたんですかね。その時もお客矯正とか行って、こう内股を直すようにはしてたんですけど。大きくなるとガニ股っぽくなるとか。やっぱそうですよね。なんか歩き方がちょっと外に行っちゃうっていうことは言ってました。うん、そうなのかなと思って。やっぱそんな感じあります。
なんかそっちの方が楽だったりとか、なんかお腹に当たらないというか、あっていうのになってるのかもしれないです、もしかしたら。なんか物理的に足が上が真ん中に上がんない感じですか、外側に。ちょっと外に行っちゃうかもしれない。階段の時とか特に多分。ああ、やっぱそうです。足上げる時に。なってるかもしれないです。寝起きるとき腰右側特に痛かったりします？いや、特に痛いっていうのはないですかね。なんか全体的にむくんでる感じがあるかなと思います。そしてタンパク質の量とか減ったりしてるとむくんできたりしますので、へー、タンパク質特になんか産後と授乳してると 60g 必要なんですよね。で大体納豆1パックが 6g くらい入ってて、はいはい、で成人男性 50g なんですよ、1日。それ以上に取らないといけないんですけど、結構菓子パンとか甘いものを食べたりとかしてると、それで脳がお腹いっぱいになったりとかするので、タンパク質取れないで授乳してると結構抜け毛あったりとか、なんか乾燥しやすかったりしますね。あ、そうなんですね。じゃあタンパク質を意識的に取らなきゃ。結構そうですよね。成人男性より取らなきゃいけないので。60g って結構ですよね。勧めてるのは菓子パン食べるんだったらプロテイン飲んだりとか。あ、女性用のプロテインとか飲んでいただくといいですか。はいはい。そっか、プロテインなら取りやすいですね。そう、プロテイン飲まれてます。飲んだことないです。なんか興味はあるんですけど、飲んだことないです。なんか飲んでみようと思った時もあったんですけど、種類がありすぎて、あ、どれ選べばいいか分からないです。どれが分からなくて、そのまんまになっちゃいました。あ、まだ納豆とか、まあそういうの食べたりとか、はい、ささみとか食べれるといいですよね。脂っこいの食べてもそんなに乳製にならなかったりとか、なんか天ぷら食べた方が乳製に治った人とかいますもんね。あんまり因果関係ないみたいなんで。あ、そうなんだ。なんか出産後とか抜け毛がっていう人いますよね。あ、いますね。やっぱり3ヶ月後ぐらいとかに出てきたりとか、うん、あ、そうなんだ。直後じゃないんです、ね、髪の生成がやっぱり生えるときにタンパク質とか、 なんか栄養がなかったりすると、うん、それでこう生えなかったりとか、抜けたりとかやっぱしますね。なんかあるんですね。食事とか気をつけるとすごく良くなりますね。うん、なんか美容師さんも言ってましたね、産後やっぱ抜けて、そう、生え変わり、あ、だから髪長い人は逆に大変っていう、あ、短い、生えてきたところと、もともと生えてる部分とっていうので、態度を感じます。結構動いてます。ボコンボコンやってます。蹴ったりとかしてますか。だいぶ蹴ったり、なんか伸びてんのか、なんか背中の方とか
子供の背中の方とかももぞもぞしてます。夜も結構動いたりしてます。夜ね、初めに動き始めたりとかして。これだから元気な証拠なんでしょうけど、お天場の子が出てきそうだねって。おとなしい子だと思われないですかね、動かないですか。あ、結構感じない人たまにいます、ね。それ心配になっちゃいそうです。うん、そうそうそうなんです。昨日来られた方ももう、はい、そうか、4月ぐらい出産でもまだ帯同感じたことないって言ってました。本当ですか。悩ましいのか何なのか。多少ちょっと欲しいですよね。ちょっと欲しいですけどね。ちょっと私感じしすぎて、あ、もうちょっと静かにしてみたい。たまになんかこう外から見てても分かるくらいボッコンボッコン動いてるし、結構ありますね。元気な証拠だからいいかと思いながらも、あ、出てきてからもこれだくさいだな。でも4月くらい出産だと臨月とかに出てますよね。あ、そうですね、結構直前まで来られたりとか、今度来週来られる方とか月曜日に来て、はい、もう木曜日入院するんで、結構直前、結構ギリギリまで。もう入院の日が決まってるんですね。そうなんですよね、2人目で帝王切開だった。あ、じゃあ今回も帝王切開。帝王切開大変ですよね。帝王切開の方がちょっと傷口痛かったりしますね。そうですよね、産後が大変そう。結構やっぱ腹筋弱くなったりしますね、帝王切開の方が。手術ですもんね。そうお医者さんから言えば帝王切開の方が一番安全だし、ね、って言ってましたね。そっか、すぐ終わるし、帝王切開の手術は急にっていうのないやつ、ね、決まってますね、予定してれば、うん。でもなんかうちの母は陣痛促進剤を使って、うん、なんか毎回4人産んでるんですけど、それで出産日は決めてたみたいな、決まってたみたいな。そういう方もいますよね、なんか。すぐ復帰しなきゃいけないとかいう人はそれは便利ですよね。うん、サクッとこの日って言って産んでみたいな。最後仰向けになっていただきたい。はい、寝返れます。あ、ありがとうございます。膝の上と、はい、下に。ないですか。大丈夫です。ちょっとお腹の筋肉だけ調整させていただきますね。あ、しくない。大丈夫です。
し結構動きますよね。動いてますよね。さっきから結構もぞ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 。動く方ですよね。お腹触ったりたりとかすると、はい、動いてます。結構動いてますよね。寝てる時と起きてる時の差が激しいんですよね。あ、全く動かない時と、あ、動いてる時は動き始めたっていうのが、初めて体糖を感じたのが12月末くらいで、そこから結構ずっと動いてます。動いてる。お気分大丈夫ですか？はい、大丈夫です。家のソファーとかこう沈んだりします？いや、そこまですごいふかふかっていうほどではないです。結構産後授乳するときなんかこう沈んだりしてるソファーに座ってると腰悪くなったりとかするんですよね。あ、そうなんですね。ただ今ダイニングがなくて地面台に座ってること多くて、だんだん辛くなってきましたね。なるほど。あぐらとかの方が楽ですか？あぐらの方が楽ですね。お尻に当ててあげると結構楽ですね。こういう枕とかを、はい、まあ、それかこのくらいのクッションでも大丈夫ですか？このぐらいのクッション、はい、ここにあぐらかけます、ね、ここにお尻乗せて、あ、そうです、そういう感じです、はい、でこのままだと結構お尻沈んじゃうので、はい、こういう風にしてちょっとお尻上げてあげると結構お腹が圧迫されないです、はいはい、確かに全然違います。楽だから、まあこれで高さもうちょっと見えてる、このぐらい見えてる、このぐらいいると思う。結構高くていいんですね。そうそう、まあ、楽だ。そうするとなんかこうお尻上に上がってくるので、はい、でこれがフラットな状態でこうなりやすいんですよ。ずっとお腹圧迫してくる。そうするとこう自然と肩下がってくるんですよ、こっちの。あ、そうするとこう 胸が開いてこう、はい、横隔膜、あの胸式呼吸じゃなくて腹式呼吸できやすくなるので。そっか、姿勢も良くなる。そうです。産後もこれやっていただくといいですね。授乳するときってあぐらが基本いいので。あ、そうなんですか。でここに、あの授乳クッションとか置いてやっていただくといいですね、はいはい。お尻をできるだけ高くしてあげるといいので、はいはい、お腹が圧迫されないんです。座り方のポイントは、ちょっと立っていただいて、はい、はい、こっち向きで座っていただいて、こっち向きで、はい、ちょっと普通に座っていただいて、はい、こっち押しますので、ちょっと耐えていただいて、はい、こっちの方が行きにくい感じ、あ、なんかこっちの方が耐えられる感じ。そうですね。でポイントとしてはお尻 の, この骨のところにうまく乗ってないとちょっとずれてくるんですけど、
手で返していただいて、はい、お尻の骨のところですね、はい、ここに乗るようなお、ここをイメージ、はい、でこれで座っていただく、はいはい、反対側もちょっと触っていただいてよろしいですか、はい、はい、ここに乗るよう、はい、ここに乗っていただく、はい、ちょっとまた押します、はい、結構入りますね、さっきより入る、おお、こういうイメージで座っていただくと、さっきみたいにお尻がこう下がってこないので、はい、このお腹に圧迫がかかんないんですよ、そうそう、確かに意識がそこに、肩下がると思うんですよ、これで、はいはい、もう一回立っていただいてください、はい、基本的に立ち方としては、はい、結構力全部抜いていただいて、そうだらっとして、この状態でちょっとこうかかとを踏んでいくようなイメージ、かかとを踏んで、そうするとちょっと状態上がってくると思います、はい、こういう感じポンポンする感じで、これで OK です、はい、そうするとこう全身の、外側の力抜けた状態で、中の芯が力入って立てますので、はい、いきなりここからいい姿勢取ると、はい、この周りの筋肉がこう固まった状態で体を起こしているので、はい、一回全部こう力抜いて、はい、ちょっとこういう感じでちょっと揺らしていくんですよ、そうするとこう腰の力抜けた状態で立てますので、はいはい、ちょっとこう前屈とかしていただくと、はい、さっきのとこ痛みでも、いや、だいぶ楽です、で外の力抜いてあげると、はい、出産の時もいいので、それをイメージしていただくと、はい、いいですね、あ、だいぶ楽、うん、座り方もちょっとチェックしていただくと、はい、いいですね、はい、お腹突っ張る感じありますか、いや、今ないです、もう一回取っても大丈夫ですか、はい、はい、2枚の写真並べたやつやりますので、はい、はい、家だとなんかセルフケアとかやってます、セルフケア、いや普通のストレッチくらいです、これテニスボールで、はい、さっきの腰の横したところあるんですけど、はい、そこに向かってこういう感じで寝ていただいて、こう、はい、ここに挟んでいくんですけど、はい、これやっていただくと、はい、腰とかに悪い時とか、はい、そうですね、そうですね、お尻の骨に当たらなければ大丈夫です、ね、ちょっとこれで一回ね、はい、やっていただいて、はい、あ、ちょっと下ぐらい、この辺りです、ね、でちょっとこっちも、あ、そうそう、これで動かさないでこのまま3分ほどやっていただくと、最初筋肉硬くて痛いんですけど、だんだん緩んでくると痛みなくなっていきます、めっちゃ痛い、結構これ痛いですめっちゃ痛いです、この歩いてるとなんかこうインプットってちょっとこういう感じになりやすくて、はいはい、こっちの筋肉張ってくるんですよ、あ、そうするとやっぱりよりこっちの外の筋肉硬くなってきて内側の力抜けてくるので、はい、出産の時こう出す力なくなってくるので、めっちゃ効くんですけど、反対側できます、はい、少し場所大丈夫で、なんかはまってはまってる感じがあれば、はい、大丈夫ですので、そうそう、そういう感じ、痛い、痛いですか、痛いです、めっちゃ効きます、痛いってことは張ってるってことですか、そうですね、はい、テニスボールあります、家にあります、あ、じゃあそれで使っていただければ大丈夫です、はい、はい、はい、大丈夫です、はい、なので、まあ、1回は注意する点としては、はい、まあ、お尻 この座る位置と、まあ、立った時にこう力全身に入ってないので、ちょっと1回抜いてから少しこう入れていくって感じですね、はい、それをまずやっていただければと思います。はい、わ、はい、かりました。いたします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまたゆっくりで大丈夫ですので、お着替えお願いいたします。はい。はい。